はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。アジアで来てます。ケイちゃんです。ですね、実はちょっとこの動画はまた急に撮っております。なんかもう、毎日のようになんかね、はい、こういうのありました、ってことでね、毎日のようになんか緊急動画みたいなの撮ってますけども、またね、ちょっとね、ヤフーニュース見てたら、フライデーがですね、なんかスクープ出しておりますね。これは多分本当なんじゃないかなと思いますけども、今日ですね、本日の夜、ついにですね、小室圭氏が、元婚約者の A さんと具体的に会って、だからもうね、実際に今から1時間ぐらい前の話なので、今現在まだ話をしているか、もしかしたらもう話が終わってるかもしれませんが、とにかく今夜ですね、具体的に会うという形でですね、それをフライデーのデジタルが出しております。このフライデーの記者がですね、嗅ぎつけたんでしょうね。で、スクープという形で出しております。ちょっとね、そのスクープの内容、ちょっとだけね、読んでいきますね。ついに小室圭さん、30が動き出した。本日11月12日夜8時、より小室さんが都内で小室さんの母、佳代さんの元婚約者と対面で交渉に臨むことが分かった。元婚約者側の関係者が明らかにした。2017年に小室家と、元婚約者との間の400万円金銭トラブルが報じられて以降、二人が会うのはこれが初めてとなる。ということで、ですね、もうちょっと読みますね。交渉は今年4月に小室家側の代理人が解決金を支払う準備があると明かしたことを受けてのものと。で、でですね、元婚約者側は、佳代さんとの交渉を求めていたが、佳代さんの健康状態を理由に、小室家側は小室さん本人の直接交渉を打診していた。ということでですね、まあ、あとはですね、今までのちょっと報道で、例えばですね、結婚の会見があったですね、10月26日の前にもできませんかというような話をずっと入れてたけども、ああでもない、こうでもないとかですね、もしくはですね、川島元名誉教授がお亡くなりになったというようなことも受けてですね、なかなか、話がつまらなかったっていうことですけども、本当にですね、帰国というかですね、渡米する直前になって、いきなりですね、そういうような対面交渉、具体的に直接会っての対面交渉に踏み切ることになったっていうことですね。で、ですね、このフライデーに対する元婚約者の方のコメントも入っております。それちょっと読みますね。私としては少しでも早くこの問題を解決して、Kさんを送り出したいと言い続けてきましたので、交渉が実現することは非常に嬉しく思っています。建前を抜きにして、Kさんと本音で話し合いたいと思いますと。いうようなですね、コメントまで発しられております。これは本当にスクープですね、フライでね。で、最後にですね、小室さんが渡米すれば二人が会う機会はほぼないと思われ、そうですよね。これが最後の対面となるかもしれないと、話し合いによって二人のわだかまりは解消されるのだろうかということで、この、記事が出たこと自体がですね、ウェブ版で今日の日本時間かな、18時31分ですから、本当にまだ1時間ぐらいの話なんですね。なので、ですね、本日の日本時間の8時だから、まあ、まだ多分話し合ってるぐらいですね、おそらくは。まだお二人でか、まあ当然代理人も含めて、代理人の弁護士の方も含めてじゃないかなと思いますけども、まだ話し合ってる最中なのかなという気はいたします。なのでね、一応ですね、もうスクープというかですね、皆さんに真っ先にお伝えしようと思いまして、この動画を撮りました。当然ですね、おそらくはまだ話し合いをしていると思いますので、この結果に関しては当然まだわかりません。おそらくまたこれ、結果に関してはですね、このフライデーの記者もですね、当然その元婚約者、まあ小室圭氏は何も話さないかもしれませんけども、まあ代理人を介してですね、特に元婚約者の代理人の方を介してですね、おそらくこのフライデーの方で、何かしらのこういう話をしたということが、おそらく明日出てくるんじゃないでしょうか。ないでしょうかね。という気がいたします。ということで、とりあえずね、私もまた速報。なんかね、今朝のね、渡米の速報でしょ。で、昨日はですね、例の、フォーダム大学からの回答が来たんで、LLM からですね、JD のね、要は編入はできないとかっていう、あれもまとめて、もうなんかね、速報ばっかしですね。
で、いよいよもって14日には、14日のなんかね、午前便かなんかですね、確かね、羽田から、お二人でですね、まあ、ニューヨークに行かれるというようなことです。まあ、いずれにしてもですね、今日の今現在までやってると思いますので、このですね、実際の、交渉というかですね、これは非常に気になりますね。明日のまた報道が非常にどうなったかなということでね、皆さんもまたこれで眠れない夜が続くなと、私もまた眠れなくなっちゃうかなという感じでおります。ということで、速報版なのでお伝えさせていただきました。またこれに関しては明日ですね、動きがありましたら必ずお伝えさせていただきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。